こんにちは、玉置です。今回は呪術廻戦のクリアカードコレクションガムをボックス開封していきたいと思います。こちら5月の17日にローソンさんで先行発売されて、一般販売は一応5月の19日ということだったんですけど、まあね、食玩なので、スーパーさんなのではちょっと早めに置いてあったんじゃないかなって思います。でね、ローソンさんはいつものように取扱店舗が限られてますので、気になる方は検索してみてください。うちの地域はね、結構取扱店舗が少なかったので、田舎の方だとね、少ないかもしれないです。ちなみに私はこちらはですね、通販で予約したものとなります。一応ね、エンスカイサーのものなのでワンボックスでコンプリートできると思うんですけど、いつものね、私の運のなさから言うとちょっと不安だったので、2ボックス予約してみました。まあでもね、このシリーズでちょっとね、被ったりとかっていうことは今までに経験ないので、これは多分ね、揃ってくれるんじゃないかなっていう、希望はあるんですけど、なんかここ最近の私の運のなさというか、ハズレ枠の引き当ての確率の高さというかね、そんな感じなのでね、もう念には念をということで年にボックス予約してみました。それではね、とりあえず一箱開けてみようかなと思います。多分ね、一箱で揃うと思うので、一箱で揃えばそれで終了させていただきます。ではまずパッケージ確認です。こんな感じで、16パック入ってて、で1袋にカードが2枚入ってて32種類なので、いつもはね、このワンボックスで綺麗に1枚ずつ出る仕様となってます。これで被ったとかっていう経験はないので、多分このシリーズは揃ってくれるんじゃないかなって思うんですけど、まあよっぽどのことがない限りね。そのよっぽどのことを引き当ててしまうのが私なんですけどもうね、はい、ここのテープを取っちゃいましょうかね。はい、はい、テープが取れたので開けていきたいと思います。まさかの失敗しましたじゃーん、こんな感じで入ってますよ。そして個別のパッケージがこんな感じです。いつもの感じですね。そしてラインナップの紹介がこんな感じなんですけど、戻します。で、特典がこんな感じですね。まあね、特典はもうね、通販ページとかで紹介されてたのでご存知の方も多いと思うんですけど、クリアカードなのでこういう感じで透けてます。どうしようか、これこの辺に飾る。それではですね、いつものように上を開封しちゃいたいと思います。それでは準備ができたので見ていきたいと思います。いつものようにね、前から見ていきたいと思います。配列が気になる方は参考にしてください。あ、ぬいぐるみはね、ちょっとどかしました。それでは1パック目、じゃん、お、ななみと五条先生。お、いきなりななみが来てくれました。へー、これね、いつもの感じだとこのセットは必ずこのセットっていう感じなので、こんな感じかな。こうかな。次、じゃん、お、のばらちゃんとゆうじ。へー、このロゴの背景かっこいいですね。この場面写もこの野原ちゃんもかっこいい感じです。で、次、せーの、じゃんと、めぐみと、お、こんなのがあるんだ。へー、これはあんまりあれかな、場面写でもないけど、こういうのとは違いそう。そしてどこに置くか迷うこの辺がいいかな。こんな感じかな。あ、ちょっと光っちゃうな。まあ、いっか。せーの、じゃん、トゲくん
野原ちゃん、お、この野原ちゃんもいつもの見るやつだけどかっこいいですよね。これ動きがあって好きだな。あ、この五条先生と同じタイプのやつかな。せーの、じゃん。お、ななみ。あ、この背景かっこいいですね。なんかデザインがこうされてるやつは結構好きだな。うん、と場面写。これもなんかシリーズでありそう。この辺に置いとくか。せーの、じゃん。お、マキさんと五条先生の場面写よ。せーの、ゆうじとすくな。これはなんかみんなのあれがありそうだな、ね、みんなラインナップされてそう。せーの、じゃん。のばらちゃんとめぐみ、これはここと同じだね。で、このシリーズは全身があるからいいな。せーの、じゃん。五条先生と、お、これは傷がある方ですね。なんかいつものやつ。よし、せーの、じゃん。マキさんです。うん、このスタイルかっこいいですよね。いつもの絵柄ですけど。とめぐみ。おお、これはまた違うシリーズ。あ、でもあれか、なんかこれと背景が同じ、このシリーズみたい。ちょっとそうなると並べるところが。せーの、お、パンダと、お、キービジュアルもあるんですね。そうなんだ。そして置くところがどんどんなくなっていく。よいしょ。せーの、お、めぐみですと、場面写のすくな。これのシリーズあんまりないのかな、ちょっとわかんないな。ん、よいしょ。せーの、じゃん、すくなと、お、五条先生。そして置く場所がどんどんいいか、ここでいきゃ。ちょっとあと3パック。せーの、お、パンダです。お、ユージはこのシリーズか。このユージかっこいいですね。あれですよね、キービジュアルのそのそれぞれをこう切り取った感じで。これさ、光ってないんですけど、なんかこのクリア加工のせいか光って見える、この水色のあれが。せーの、お、トゲくんと、お、めぐみの場面写です。よいしょ。お、これがラストです。せーの、じゃん。のばらちゃんとゆうじ。このゆうじはあれかな、ね、このシリーズかな。これはそんなないんだ。これがめぐみとゆうじだけね。でもとりあえず被らずに出てくれたので、やっぱりね、このシリーズはワンボックスで一応揃うようになってるっぽいですね。はい、ということでですね、こんな感じのラインナップでした。ちょっとね、この辺光っちゃって申し訳ないんですけど。でね、こちらが場面写です。一応一人ずつあるみたいです。これがね、少なかと思ったけどね、少なこっちあるからね、少なっぽいユージで、めぐみとのばらちゃんで、五条先生で、ゲートで、少なで、こっちがこう個人個人のこういうデザインされたカードなんですけどね。個人的にね、こういうかっちりしたね、キャラクターのカードっていうのが好きなので、私はね、このシリーズ結構好きなんですけど、うん、場面写がね、
あんまりないのがいいかなって思います。まあ場面紙も場面紙で、うん、いいはいいんですけど ね、カードとかってなるとね、こういうデザインされたやつの方のがね、なんかかっこいいかなって思うので。あとはね、ちょっと気になったのが初期傷が結構多いです。わかるかな、なんかファーって細かい傷が結構あるのが多いので、まあね、食玩だからしょうがないっちゃしょうがないんですけどね、うん、結構ね初期傷が多いので、気になる方は、うん、ちょっと気をつけてください。ということで、クリアカードコレクションガムのご紹介でした。最後まで見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバーイ。